テレレテッテテー、シュビッ。我は1億年前に滅びた猫族の末裔、漆黒の堕天使クロミ。今宵100年の眠りから覚め、地獄の底から蘇った。した、大暴れしてやるぞ。どーりゃーキュピーンキュピーン。ん、我のセンサーが反応している。マスターが我を呼んでいるというのか。クロミちゃん、何してるの。引っ越しの荷造り終わってないでしょ。早くしなさい。母上、我は儀式で疲れてしまった。明日ではいけないのか。そうやって昨日も逃げたでしょ。今日は逃がさないからね。クロミ待ってろ、今助けるからな。怖くないぞ、俺が全力でキャッチするから飛ぶんだ。よちよち、いい子でちゅね。お前は本当に可愛いな。クロミ、なでなでタイムでちゅよ。あれ、どこ行った。クロミ、ある日突然クロミがいなくなってしまった。当然俺は町中駆け回ってクロミを探したが、いくら探しても見つけることはできないまま数日が経過していった。ここがマスターが我に用意した新しい住処か。なかなか良さそうなところではないか。どこ行っちまったんだ、クロミ。きっと今頃お腹を空かせて。うん、騒がしい。そういや、この空き家の屋根、クロミ好きだったんだよな。わあ。なんだあれは。確かここは空き家だったはずだが。うわ、やばい人だ。でもあそこにクロミがいるかもしれないよな。俺猫を探してて。ああ、もう黙れ、今は大事な儀式中だ。成功だ。貴様、我に何の用があると申す。ここで猫見ませんでしたか。あ、猫など見ておらん。そうですか。黒くて天使みたいに可愛い子なので、見つけたら教えていただけると助かります。では。うん、待て、貴様今何と申した。もしかして知ってるんですか。黒くて天使みたいに可愛い俺のクロミを。貴様が探しているのは我ではないか。ふざけんな、俺は猫を探してんだよ。
我は漆黒の堕天使クロミ。血筋は猫族だ。猫族？なんかよくわからんけど、この女どことなくクロミに似てるかも。本当にクロミなのか。ああ、そうだ。もしや貴様が我をここへ導いたマスターか。そうさ、俺はクロミの飼い主だよ。変な姿になってしまったが、見つかってよかった。貴様、いや、そなたが我をこの町へ誘ったマスターであったか。クロミ。ちょっと。やめて。危ない。マスター。ごめんなさい。大したことはない。さあ家へ帰ろうか。待て、なぜ手をつなぐのだ。可愛いクロミがまた迷子になったらいけないだろう。しかし我はここから離れるわけには。もう遅い時間だし。嫌がってもダメだぞ。今夜はお前を離さない。ダメ。漆黒の堕天使は純潔でなければ。何言ってんだ。まだ遊び足りないのか。わがままな子だな。ま、そこが可愛いんだけども。マスター、すまぬ。てい。はぁ、あ、どこへ行っちまったんだクロミ。みんな、聞いてくれ。このクラスに新しい仲間が増えるぞい。さ、入ってくれ。黒川黒美、よろしく。黒川氏の席は一番後ろの端っこだぞい。あ、よかった、姫ちゃんよりブスが。あ、マスター。あ、ギャー。猫たち、うるさいぞい。クロミ、心配したぞ。我もマスターのこと心配してた。昨日はいきなり気絶させてしまってすまなかった。いいんだよ、クロミが戻ってきてくれたんだから。マスター。さ、今度こそ家へ帰ろうな。あら、クロミちゃん、お帰りなさい。は、母上。あらあら、もう、新しいお友達ができたのね。マスター、私はここで失礼する。え、なんで？ちょっと待ってくれよ、クロミ。何してるんだ、うちに帰るぞ。こんにちは、先日、ここへ引っ越してきた黒川です。娘と仲良くしてくれてありがとうございます。娘？この子はうちの猫ですけど。若い子の間では最近そういうのが流行りなのね。クロミちゃんもなんだっけ？猫族がどうたら、漆黒の堕天やら、お母さんにはよくわからない遊びしてるわよね。母上、漆黒の堕天ではなく堕天使が。それにこれは遊びではない。ドーン！この町の平和を守るため、我はマスターに導かれたのだ。ちら。うん？ここへ引っ越してきたのはお父さんの転勤よ。何度言わせればわかるの？表向きはそうであったな。うん？我は今宵の儀式のための準備をしなければならないので、失礼する。クロミちゃん、猫のつけ耳洗ってあるからね。感謝する。ふざけんな。じゃあ、俺のクロミは一体どこにいるんだ。はあ、
クロミ。そのニャンコ、君のペットだったのね。引っ越し当初からうちの周りをうろついていたのよ。勝手に餌をあげてしまったのだけど、大丈夫だったかしら。ありがとうございます。よちよち、寂しかったでちゅね。マスター、言い忘れていたが、今日の儀式は20時からだ。場所は昨日と同じ。もちろん参加するだろ。あーん、行くわけねえだろ。ったく、紛らわしいんだよこの偽物野郎。そんな。